練習チャンネル。はい、ネイジャーのことです。イラです。今回新しいゲスト、田中さん、かっこ仮名にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どちらの企業出身ですか？サイバーエージェントです。またまたサイバーエージェントということで、今回現役の社員の方にお越しいただいたので、過去井上さんとかも出てるんですけど、生々しい話が聞けるんじゃないかなというふうに思いますが、顔出しなしなんで、何でも話しちゃってください。ということで、田中さんはサイバーでどんなことしてたんですか？サイバーエージェントは井上さんと一緒の広告代理店部門に入っていて、イメージとしては井上さんのチームの中にいるメンバーみたいな形で最初入ってましたね。忙しかったですか？相当忙しいですね。今も相変わらず忙しいですね。今もそこにいらっしゃるんですか？そうですね。忙しいでどんぐらい忙しいんですか？てか何やるんですか？そこで広告営業なんで、お客さんのところ行って早い話が広告費出してプロモーションしましょうっていうご提案をしに行くんですけど、今直近すごく人が辞めてまして、ちょっとそこのしわ寄せがどんどんいろんな人に広がっていって、必然的に稼働時間がめちゃめちゃ増えていくみたいな形になってますね。なんでそんな辞めてるんですか？一つはそもそも中に入れてない、中途止めてた直近までっていうところがあったのと、あとはもうシンプルに年収がそこまで上がんないっていうところが一番多いかなと思いますね。ボーナスとかないんですか？基本的にアベマにお金突っ込んでるんで出ないですね。みんな辞めてじゃあ転職しちゃうんですか？基本的に転職ですね。聞いてる感じだと今4年目5年目ぐらいの社員がだいたい4割ぐらい辞めてるっていう感じなんで、やばすごいですね、うん、独立してる人も多いイメージですけどね。そうですね、ちらほらいてある程度フル株から残ってて辞める人とかは割と独立されてる人とかも多いかなって感じですね。サイバーエージェントの井上さんの動画って多分サイバーエージェントの社員さん結構見てる可能性高くて、だいぶ伸びてるんで、ね、10何万再生いってますし、はい、それの影響かストークさんサロンにサイバーエージェント出身の方すげー入ってきてるんですよ確かにサイバーエージェントのマインドセットだったりとか学歴地頭あとスキルセット、独立にはかなりぴったりな、多分揃ってるんですよね。しかも今の年収がめっちゃ高いと尻込みするんですけど、500万とかだったら独立すると初月ぐらいでもう超えちゃう人結構多いからっていうので、多分独立に相性はいいんでしょうけど、別におすすめしてるわけではないんですけど、自然の流れで辞めてる人が多そうですね。そうですね。あとは辞めて副業 OK な会社とか、物理的に副業ができる会社に行って本業プラス副業でやってる人が最近多いかなっていうような感じですね。やっぱりウェブ広告営業で独立されること多いんですか？そうですね、もう一番最初は広告の運用やりますみたいなところから多いのと、営業しかできない人たちはとりあえずまず広告の営業やりますって取ってきた後、中にいる同期とかに副業というかいくらいくらやるから運用やってよみたいな形で渡してるのが多いですね。案件取ってきて副業で同期に回すみたいな、まあでもやってるとね、副業だと責任感もないしレスも遅いから副業のやつ使うのやめようって最終的に行き着くんですけどね。それ実体験です。実体験じゃあそうやって辞めていくと、特に優秀な人から辞めていっちゃう可能性高いですよね。優秀な人ほどよく言えばチャンス、悪く言えば激務の内容がどんどん降ってくるんで、結果的にどんどん忙しくなってある日唐突に辞めますみたいなのがやっぱり多いかなって感じですね。さっきの転職される方も多いって言ってましたけど、どういった業種に転職される方多いんですか？一番多いのはやっぱ媒体社ですね。去年とか一昨年とかだと TikTok さんだったりとかスマニューさんだったりとかがすごい採用活動でバンバンやってて、サイバーの年収の倍ぐらい出しますみたいなところがやっぱり多くて、3年目だったりとか6年目ぐらいまでの人とかは結構抜けていかれる方とかやっぱ多いですね。もともと TikTok の枠とか Facebook の枠とかをバリバリ打ってた人が媒体社の方に転職すると、代理店の統括としても使えるし、インハウスの営業マンとしても使えるんで、媒体社からしたらめちゃくちゃ都合がいいですよね。そうですね、サイバーエージェントってすごく研究してる会社ではあるんで、媒体の運用基本的に大体みんな特性だったりとか運用仕方分かってるんで、 TikTok とかスマートニュースからするとちゃんと運用分かってるし、ロジックも分かってるし、教育コースもだいぶ低いしみたいなっていうので引き抜きやすいんだろうなっていうふうに思いますね。しかもスマニューに就職する人よりもバイタリティというか突破力も高そうですからね、営業やってたやつの方が。外の人に聞いてるとサイバーエージェントの人は馬力がすごいので、だいたい仕事量普通の人の 1.5 倍とか2倍とか普通にやっちゃうみたいなこととかよく聞きますね。寝ないで夜通しやるみたいなのも割とマインドとしては普通に持ってるみたいな。そうですね、それこそ夜の8時に言われても翌日の段階で初稿だったりとかラフ案とかは当たり前に持ってくるみたいな感じのマインドとかはやっぱありますね。でも結構辞める人に厳しいんですよね。かなり退職交渉はやっぱり誰に聞いても難航しますね。特に上の人の方が役員とかにもやっぱりご世話になってる人が多いんで、挨拶行こうとするとそもそも挨拶来るなみたいな、ミーティング入れてるのにミーティング自体リスケされまくるみたいな会話すらできない状態なんですか？そうですそれでも昔の人よりはマシになったっていうふうには聞きますね。昔はもっとひどかったってことですか？昔はそれこそ物飛んでくる
辞めるって言った日に一切来るな会社にみたいな、邪魔だし悪影響だからみたいな形で言う人とかもいらっしゃったみたいなのは結構ちらほら聞きますね。じゃあ今はそこから比べるとまだ退職交渉はしやすくなって、それでも1ヶ月2ヶ月ぐらいは全然かかるのは当たり前って感じですか？だいたい3ヶ月弱ぐらいはかかりますね。一番長い人で聞いたことあるのは2年ぐらいかかったみたいなのは聞きますね。2年かけてもやっぱ辞める人は辞めるんですね。それこそ井上さんぐらいのレイヤーの方とかだったら半年1年ぐらいは覚悟ですね。そこまでやってるとやっぱ学べることも多そうですけどね。1年目までに基本的な広告の運用全部できるようにはなっちゃうんで、外に行ってもインハウスでもできるし、代理店向き合いでも全然できるしみたいなところはスキルとしては身につくんで、そういう意味ではすごくいい会社ですね。その人たちのモチベーションっていうのは独立するために力をつけて早く成長したいなのか、サイバー内でやってる社内企業みたいなそっちのポジションに行きたいみたいな人とかも結構いると思うんですけど、どういうマインドモチベーションでやってるんですか？モチベーションは先輩たちの役に立ちたいとか、このチームのためとかこの会社のために役に立ちたいみたいなマインドの人がやっぱ多いですね。独立してやるとかっていう風に言ってはいるものの、向き合いとしては中の人たちになってしまうので、彼らがやっぱりすごく仕事量やってるんで、そこに対してああいう人になりたいとか、人の魅力づけとか組織の魅力づけのところがやっぱり強いかなと思いますね。どういうところが魅力なんですか、組織の？みんな前提のモチベーションが高いんですよ。みんなちゃんと仕事する、仕事好き、それが定常化して当たり前で染み込ませるみたいなところの組織作りはすごくうまいなと思いますね。組織作りの中でなんか具体的な取り組みとかあるんですか？毎月こういうイベントをやってるみたいな。これはもうすごく若手にスポットライトが当たる仕組みにはなってて、基本的に2年目多くても3年目ぐらいまでにスポットライト当て続けて、例えば半期ぐらいで育成計画立てて、広告チームだったら広告の若手の営業の育成のキャンペーンだったりイベントをやって、毎月ぐらいで役員とかが出てきながら講義やったりとかケーススタディやったりとかみたいな形で上の人と直接関われるし、疎遠になってた同期ともつながれるし、あいつも頑張ってるし俺も頑張るかみたいな形で頑張らせるっていうのが多いかなと思いますね。あと営業マンが経費に使う使わないっていう話もちょっと聞いてみたいんですけど、同期の中でドイツに評価とかスポットライト当てるかみたいなのが結構決まってはいるので、そこをしっかり当ててくれる上司は誰かっていうのを見極めて、その人のチームに入りに行くっていうのとかは超大事だなと思いますね。それはちょっと僕苦手領域ですね。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。